ショック受けてますね。早くね、決着してほしいなと、いつまでもね、ズルズルじゃなくてすっきりさせてほしいというのが本音の話ですね。自民党安倍派の政治資金パーティーをめぐり、4000万円の裏金疑惑が出ている長崎3区の谷川弥一衆議院議員。疑惑の発覚から10日以上たち、後援会の島会長は谷川議員自身が早い段階で説明するよう求めました。後援会のみんなにもね、実はこうだったんだよというのをね、ちゃんと説明してほしいなという気持ちはありますね。これはまあ本人が決めることですけどね。東京地検特捜部は派閥の事務所を強制捜査し、押収した資料などをもとに全容解明を進めるものとみられますが、大村市内の谷川議員の事務所では今日も動きは見られませんでした。